いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。皆さんはじめまして、今回初実況となります、味塩胡椒と申します。プレイするゲームは、その昔絶大な人気を誇ったミニ四駆のゲーム、シャイニングスコーピオンです。編集などいろいろ初めてですので、変なところもあるかと思いますが、よろしくお願いします。あ、ちなみに裏技使用します。パーツ買い放題です。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。プレイヤー名は、マリサです。今後の実況も彼女にしてもらいます。おう、任されたぜ。しかしウプ主よ。なんです?普通ゆっくり実況といえば霊夢なんじゃないのか?私は主役できて嬉しいけど。だって、間違えたんですもん。仕方ないじゃないですか。間違えた。だと?ある程度進めてから気づいたのでもう遅いのです。ということでマリサ、君に決めた。はぁ?まあいいぜ。本当にかわいそうなのは間違えられた霊夢だからな。こんなの絶対おかしいよ。ところで、どういうプレイするんだ?プレイ?と言いますと?よくあるだろう?縛りだったり、見せプレイだったり。一応考えているのが、熟練度取得です。熟練度?知ってる人はある程度いると思いますが、このゲームの隠しパラメータです。この数値が高いと、マシンの速度が速くなり、コースアウトしにくくなるそうです。ほほう、いいことずくめなんだぜ。悪い点といえば、七死の敵がちょっと速くなるのと、隠しパラメータなので、現在値がわからないことです。わからないって、調べる方法ないのか?なくはないですが、後で説明しますね。初レースのセッティングになります。とりあえず、モーターだけトルクチューンに変えてください。あとは適当でいいです。適当って。まあ持ってるパーツ少ないからな。さて、セッティング後に必ずすることがあります。マシンの改造です。改造?セッティングとは違うのぜ?セッティングは、モーターやローラーの付け替え。改造は、本体やタイヤの変形になります。本体のカラーの変更もできます。マリサさんのお好きにどうぞ。結構種類あるんだな。その間に熟練度の説明をしますね。熟練度とは、本体の改造やメンテナンス、レース結果から一定数貯まるようになってます。しかし、どの改造でどのくらい、といった具体的な情報がわかりません。Google 先生も教えてくれませんでした。カラーは決まったけど、わからないんじゃどうするんだぜ。ひたすら改造します。は?ひたすら改造するんです。ひたすらって、肉抜きは一回だけだし、タイヤは初期装備じゃ改造自体できないぞ。実は改造以外にも、モーターのメンテナンスで、熟練度が増えるのです。モーターをレブチューンに変更して、ブレークインを行ってください。ちなみにブレークインとは、モーターの準備運動です。これをしないとモーターは真の力を発揮できません。しかし、これも一回だけしかできないぞ。ぐぬぬ。最初のレースが終わるまでです。とりあえずレースに行きましょう。トルクチューンに変えてみていいかな?このモーターで走ったことないんだ。いいですとも。敵マシンは、全部セイバー600です。セッティングをきちんとすれば最初のレースでも勝てます。一台だけ少し早いのがいるな。速攻でコースアウトです。そしてカット。
モーターとタイヤを買って、ひたすら改造をします。なあ、さっきのコースアウトの時に変な声が聞こえなかったか。私のログには何もないです。さて、20回ほど改造したので本編に戻りましょう。ぶっちゃけると、ナローワンウェイホイールがあれば熟練度関係なく勝てます。ローラーとかは、適当につけてます。さて、タイヤの改造にある、逆テーパード加工ですが、コーナーリングが良くなり、コースアウト確率が下がる、らしいです。らしい？これもはっきりした数字がないんですよ。困ったことに。まあ、マイナス面はないからやっておくぜ。最後に、買い直したレブチューンのブレークインをして、リベンジです。おい、なんでマンガン電池なんだぜ。隣に違う電池あるだろ。それがですね、このゲームのマンガンって数値上トップクラスなんですよ。なん？だと？まあゲームですからね。数値が全てです。しかし、目に優しくない色合いですね。チカチカします。別にいいだろ。私に選んでいいって言ったのはお前だぜ。そうなんですけどね。さてリベンジです。ちなみに敵マシンの平均オールタイムは55秒です。マリサさんフライングしてますよ。落ち着いて。おお、一番外側だがすごいスピードだ。さっきと全然違うぜ。レインチェンジと同時に1位。このレースはもらいましたね。しかし、熟練度のせいか、敵マシンもさっきよりちょっと速い気がしますね。ひにーん。え？まったく、どうなってるんだ。熟練度上がるとコースアウトしにくくなるんじゃなかったのか。まあ、それ以上にスピードが出た、と考えるべきだろうな。転倒防止の、スタビライザーポールを前方につけるぜ。私、このボール使うの初めてです。そうなのか？だって、かっこ悪いじゃないですか。それを言うな。とにかく、リベンジのリベンジだ。今度は慎重にスタートするぜ。エリアー。いいスタートですね。正直あのくらいのスタートが安全でいい感じです。ふふふ、スタートは乗り切って、スピードも良好、さらにはポールでコースアウト対策もしてある。勝ちはもう揺るぎないのでカットしますね。え？キングクリムゾン。まあ、圧倒的だったからいいか。おい、他全員リタイアじゃねえか。周回遅れでリタイア扱いなんですよ、このゲーム。つまり、そんだけ速いマシンになったってことなんだぜ。そういうことです。たな。レッツゴー兄弟、改めチート兄弟。チート兄弟？奴らは、タイヤとかの外見だけ見ると初期装備のくせに、恐ろしい速さで走るんだ。ん？まあ本来の主人公なんだし、いいんじゃないの？序盤はともかく、
中盤から後半にかけて、それに勝たないといけないんだよ。ん？まあ、その頃にはこっちの装備も、かなり整うんだから、いいんじゃないの？それだけじゃないんだ。鉄はコーナーリング重視、鋼は直線重視のくせに、二人とも両方速い。いい加減にしろ。チートっていうより、お前がトラウマなだけじゃねえか。あ、はい。ちなみにイベント戦で絶対に勝てないのでカットしました。どんだけトラウマなのよ。そして連続でイベント。今度は黒沢が現れます。あんた誰よ？ってこの子は知らないのか？ん？どうなんでしょう。知っててもおかしくないと思うのですが。なんかアメリカ主要とか言ってるけど、ぶっちゃけこいつの実力はどうなの？確かアニメ版だと、かなり後半まで同じ機体で走り続けてるので、それなりの実力者のはずです。ふむ、大丈夫なのか？もしかしてまたイベント戦じゃないだろうな。大丈夫です。このゲーム内だと、七死と同程度か、それに怪我は得た程度です。マジかよアメリカくん。逆にすげえよ。勝手に変なあだ名をつけないであげて。装備はさっきと同じままだぜ。あとはメンテナンスで、消耗した部品の手入れだぜ。タイヤの汚れを取ったり、ギアにグリスをつけたりすると、その部品の消耗度が回復します。こういう連続イベントだとメンテナンスは必須です。おお、本当に怠慢なんだな。なんかワクワクするぜ。ドヤー。ドヤーじゃないですよ。ちょっとで遅れてるじゃないですか。フライングするよりいいだろ。それに最初のコーナーでもうぶっちぎりだぜ。まあ、彼もナローワンウェイホイールあればまず勝てますからね。じゃあまたカットしますね。54秒って、本当に七死とほとんど変わらねえのかよ。ってやっぱり知ってるんじゃねえか。知らないふりとか性格悪いな。来ましたね。ついにこのイベントが。念願の、シャイニングスコーピオンを、手に入れたぞ。あからさまな米稼ぎ、オツです。やめて。冗談さておき、シャイニングスコーピオン。略してシャイスコですが。土屋博士の言う通り、ちょっとした秘密があり、動画の最初の方で言った、熟練度の確認もこの車体でできます。秘密や確認方法は、合わせて次回でご紹介するつもりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。どうも皆さん、うつ主です。マリサだぜ。開始早々ですが、お詫びがあります。どうしたんだぜ？実は、録画ミスをしてしまい、前回の最後から次の街での買い物までの間が録画されていません。第2回目にして、この手いただくか。本当に申し訳ありません。不幸中の幸いとして、録画されてない部分は、シャイスコ本体の肉抜きと、新しいパーツの購入だけなので、この動画の最後に、新しく買ったパーツの紹介をします。以後気をつけますので、どうかお許しください。さて、本編に戻りますが、このゲームでは、ここと最後にしか出番のない、誠くんとの、直線での勝負になります。怠慢ですらないのか。
コースアウトの心配はないので、ボールは外しておきます。やはり、シャイスコはかっこいいな。グッズ見りたいですね。おい、どこに行くんだぜ？この直線コースで2回勝つと、イベントが起きるんです。それに備えて、消耗したパーツを買い直しておきます。すいません、マリサさん。なんだぜ？次のスタートですが、ちょっと遅れてスタートしてください。ん？まあいいぜ。このように、チームが切り替わるまでは、直前で1位だったマシンを映し続けるんですよ。スレどうでもいいぜ。2回目の勝利なので、イベント発生です。アメリカくん、再登場なのか。そのあだ名、継続するんですね。今回は顔見せだけみたいだな。続けて、新キャラ登場です。お坊財閥の跡取り息子の、お坊ちゃま。おいバカやめろ。似てるんですよね。キャラ的にも、中の人的にも。やめろって言ってんだろ。両方金持ちキャラで同じ中の人だけど。そのまま強引に、次のレース場所へと連れて行かれます。なんだ？あの趣味の悪いゲーセンは。あの猿くんが父親に立ててもらったそうです。スネオかよ。ここのコースの勝利条件は、1分45秒を切ることだけです。猿くんも一緒に走りますが、タイムさえクリアしてれば勝たなくても大丈夫です。まあ、どこぞの兄弟と違って、勝てる相手だから勝っておきたいな。さて、セッティングを確認しましょう。外しておいたポールを付け直すぜ。
連続イベントだから、メンテナンスも忘れずに。念のため、タイヤの改造もしておくぜ。おやスタートは、まあ OK ですね。おお、かなりの接戦だぜ。カーブで互角、直線で勝ってる感じですね。このレースですが、第1回目の動画では説明することが多かったので、全部を見ることなく、カットしまくりましたが、今回は、そのまま全部流そうかと思います。今後は、大きな大会や接戦以外のレースは、カットを入れるつもりです。何か要望とかありましたら、コメントお願いします。順調に走っているので、この時間で、前回で気になったコメントをいくつか取り上げていくぜ。第2回目にして、早くもコメ返しですか。正直やってみたかったんです。カラーリングでも熟練度は上がるはず。熟練度の説明の時だな。正直、そんな気はしていたのですが、自信がなかったのでスルーしてしまいました。その後、調べてみましたが、確かに熟練度が上がるようです。ただ、上がる量が非常に少ない上に、上限も決められてるようなので、パーツ買い放題でやるなら、個人的にはモーターとタイヤの方をおすすめします。マリサだって主人公だし、主役動画も少なくないぞ。これは、主人公の名前を間違ったと言った時のか。確かにマリサさん主役の動画もたくさんありますね。FPS なんかが多いようなイメージがあります。本当は、ゆっくり、という名前でやろうかと思っていたので、あえて間違えたという言い方をしました。これ列には勝てたぞ、確か。チート兄弟との対戦の時のだな。マジですか？私は今までやっていて、勝ったことは一度もないです。まあ、噂によると勝っても勝ちを認めてくれないらしいですが。何それ怖い。今回のコメント返信は、この辺で終わります。気になったものがあれば返信していきたいと思いますので、お願いしますね。ところで、シャイスコのボディの色が変化していますね。これが土屋博士の言う、このボディの秘密だぜ。一応解説しますと、シャイスコは走り続けるとボディの色がどんどん赤くなり、赤くなればなるほど、走行スピードが速くなる効果があります。この効果は、熟練度が高ければ高いほど出やすくなります。これが、前回言っていた熟練度の見分け方だぜ。まあ、はっきりとはわからないが、目安程度に考えればいいな。秒差ですか。思ったよりもすぐ後ろにいましたね。最後の一周ですが、せっかくですし、さっき言った通りこのまま最後まで見ます。
1秒差ですか。思ったよりもすぐ後ろにいましたね。ふふ、勝ちは勝ちなのぜ。次のレースは、スプリングレースの予選となります。なんだこのコース、ずっとカーブを走り続けるのか。いかにスピードを維持したまま、最後まで走れるかが勝利の鍵となります。それでは、今回の本編はここまでです。続けて、新しく買ったパーツの紹介に移るぜ。その前に、ちょっとランキング確認。余裕の圏外だぜ。このランクが高いキャラは、本編でも早い気がします。あくまで気がする、程度ですけどね。さて、新しく買ったパーツの前に。前回、マンガン電池がゲーム中は数値上最高レベルと言いました。数値上は、パワーチャンプと同じです。むしろ重量が軽いので、マンガンの方が上位パーツになってます。本題に移りますね。まずは、ボールベアリング。モーター部分で、放熱フィンとアルミモーターサポート。ギア部分に、スーパーカウンター。ギアはともかく、他は効果が実感しづらい部分だけど、基本的には装着していくぜ。ローラーで、丸穴ボールベアリング。隣の、ベアリングローラーに組み込んで、ってパーツですが、正直言って、私も意味がわかりません。装着もできないし、本気で誰か教えてほしいです。ローラーは、今は全部分ボールベアリングだぜ。最後に、ゴールドターミナルです。他にも、いろんなパーツがあるぜ。調子に乗って買うと、セッティングの時大変ですので、気をつけましょうね。補助輪買っておくぜ、ただのポールよりいいだろ。ついでに軽量ハイマウントも買っておくぜ。それでは、次回は大会予選と決勝を予定しています。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。どうも皆さん、ウプ主です。マリサだぜ。今回はいよいよ、スプリングレース予選です。このレースは予選の予選と、予選決勝の2回に分けて走るぜ。ちなみに、セッティングは前回のままだぜ。現状のパーツでは、これがベストだと思います。あとはモーターの出来次第ですね。モーターは他のパーツと違って、少し消耗したぐらいがベストの状態になるぜ。だいたい7割から8割ぐらいがピークで、その後はどんどん遅くなります。大会なので、走る前に車検を受けるぜ。大会の規定以外のモーターだったり、ローラーをつけすぎたりすると、出場辞退できないぜ。さて、いよいよ試合開始ですね。予選の予選は7キャラしかいないので、ここで余裕じゃないと予選決勝は厳しくなります。ひたすら改造してあげた、熟練度を信じるぜ。
さすが、シャイスコ。余裕の走りだぜ。一番の敵は自分ですね。いくら速くてもコースアウトすればギリ同然です。ちなみに、大会中はコースアウトしないのですが、この予選の予選は大会扱いじゃないので、余裕でコースアウトします。僕が前に試しで走って、コースアウトして泣きそうになってたもんな。マリサさんやめてください、内緒って言ったじゃないですか。この後は特に見どころはないので、カットするぜ。まあ、ぶっちぎりですね。1分24秒か、まあまあのタイムだな。予選決勝は、さすがに他のキャラと一緒に走ります。お猿くんとアメリカくんか。注意すべきはスピンコブラの方だな。アメリカンも以前よりは早いので、油断は禁物ですよ。え？セッティング画面は？実はこのレース、連続イベントでそのまま走るんですよ。パーツ消耗とか大丈夫なのぜ？明らかに遅くはならないので、おそらく大丈夫。のはずです。はずです？来なくそう。さすがにスピンコブラは、カーブでも速いですね。かなりの接戦になってるな。スピードは落ちてないようだが、辛い戦いになりそうだぜ。レインチェンジでどうなりますかね。なんか差が広がってないか。なんか減速してるかもしれないですね。補足の説明をすると、敵マシンの中には、一定以上走ると減速するマシンがあります。その一種なのかもしれないですね。まあ、これなら一安心かな。独走状態になってきたので、熟練度について改めて話しますね。おい、なんかすげえ落としたぞ。車体が持ってくれればいいんですけど。まず一つ目、熟練度の効果。以前にも話しましたが、ジャイスコが海王拳を発動しやすくなります。その呼び方やめた方がいいんじゃないか？じゃあそうですね。トランザムで。そういう意味で言ったんじゃねえよ。あとは、コースアウトしにくくなる。これは全く実感できないな。むしろしやすくなってる気すらするぜ。追加で分かったことが、メンテナンスの効率が上がる。どういうことだぜ？熟練度が高ければ、低い時よりメンテナンスで回復する消耗度が高くなる、ということです。最後に、マシン本体のスピードアップ。はっきりと確認はされてないが、おそらく間違いないだろうな。メリットは以上で、次にデメリットですが、まあ敵が少し速くなる程度ですかね。最近、編集に慣れてきて調子に乗ってるようだな。慣れてくると、いろいろやってみたくなるんですよ。まあいいぜ、今回はここまで、次回は熟練度の上げ方を解説するぜ。
さっきより4秒も縮まってますね。むしろさっきのタイムだと、スピンコブラと互角だったのぜ。さすがのアメリカンも、大口はもう叩けないだろうな。さて、予選も無事終わって、次はスプリングレース決勝ですね。決勝にはあのチート兄弟も出るのか。今から気が重いぜ。じゃあ次の目的地、日光平に向かいますね。ん？選択肢が出たぜ。まあ、模型店でしょうね。新しいパーツも見ておきたいですし。おい、なんかいるぜ。マシントラブルで決勝出れないそうですね。邪魔はないです。え？ちょ、マシントラブルじゃねえよかよ。お前が余計なこと言うから怒ったんだろ。あの嬉しそうな顔見てみろ。完全にカモを軽めだぞ。しかも新しいパーツ買う暇がない。完全に怒らせた。どうする。パーツ消耗したままだぞ。まともに走れるかどうかもわからん。そうだ、こんな時こそメンテナンスだ。しかし、結構消耗してるぜ。大丈夫なのぜ。とにかく、試してみるしかないでしょう。よし、まずはフロントタイヤから。どうだ。おお、回復しているぜ。すごい、新品同然だ。これが熟練度の力なのか。よっしゃ、続けてリアタイヤとギアのメンテナンスだぜ。ふ、以前は完膚なきまでにやられたが、今度はそうはいかないぜ。大会を経て成長した、シャイスコの力を見せてやるぜ。こちらが青コース、向こうが赤コース。おあつらえ向きじゃないか。いやあ。あ、相変わらず、はい。しかし、こちらも負けてませんよ。これいけるんじゃないですか？この幻想をぶち壊す。え？周回遅れでリタイアです。調子に乗ってすいませんでした。マリサさん、私たちストレス解消に使われただけなんぜ。クソ、いつかぶっちぎってやるぜ。今回はここまでになります。それではご視聴ありがとうございました。どうも皆さん、ウプ主です。マリサだぜ。前回のラストは、ひどい目に遭いましたね。チート兄弟の怖さを改めて実感したぜ。さて、今回はスプリングレース決勝になりますが、その前に新しく買ったパーツを紹介します。まず一つ目、ハイパーダッシュモーター。やっと新しいモーターですね。デブチューンも消耗してきたし、これからはこれで走ります。次はタイヤで、ローハイトショック吸収タイヤ。ホイールは、ワイドワンウェイホイールだぜ。ショック吸収タイヤですが、私個人の中では最強のタイヤです。リアルでミニ四駆を作っていた時も愛用していました。ホイールは大きいものを使います。実際速いです。続けて、ローラー関係。まずショートスタビローラー、19ミリ軽量アルミローラー、台形アルミベアリングローラー、そして、ベアリングローラーだぜ。第2回目の動画で、丸穴ベアリングの使い方がわからない、と言いましたが、どうやらこのベアリングローラーと合わせて使うようです。新しいパーツも揃えたし、試しにここのコースで走ってみないか？了解です。そうと決まればセッティングです。ホイールですが、
ワイドワンウェイにショック吸収タイヤを履かせます。幅が大きすぎて後輪が履けないぜ。後輪にも前輪の大きさのホイールをつければ大丈夫ですよ。前輪と後輪の幅が同じって大丈夫なのぜ。個人的には車高低くなるんだからいいんじゃないのって感じですね。ちょっと不安だぜ。モーターもデブからハイパーに変更。ローラーですが、アルミベアリングを使います。大きいローラー好きなんです。この際ですから、ボールも外しちゃいましょう。大丈夫なのか？またコースアウトするぜ。新しいパーツもあるし、大丈夫ですよ多分。不安だぜ。ローラーの大きさは揃えてつけます。意味はありません。私個人の好みです。好みってそれでいいのか？セッティングの醍醐味は自分のオリジナルのマシンを作ることにあります。キリ。車体もタイヤに合わせて改造したし、ブレークインも OK。それじゃあテスト走行行ってみるか。なかなかのスピードアップですね。熟練度のせいか、敵マシンも結構速いな。あやー、またかー。リセットを繰り返しつつこのセッティングになったぜ。先ほどと変わった点は、前輪ローラーにベアリング組み込みローラー、真ん中にポールを追加しました。コースアウト怖いです。もう好みとか言ってられないです。人間、素直が一番だぜ。じゃあ大会前の最後のテスト走行だぜ。速度も安定してるし、コースアウトも大丈夫そうだな。このウプ主による精神的離断によるコースアウトは決してないと思っていただこう。今度は画像追加を覚えたのか。ところでマリサさん、重大なお知らせがあります。改まってどうしたんだぜ。前回、ついにウプ主への質問が来たんですよな。うるせえ。ウプ主の好きなミニ四駆は？好きなミニ四駆ですか。かなり悩みましたが、2つに絞りました。まず1つ目、サイクロンマグナムです。ちなみに TRF とは別で考えてます。 TRF は別？嫌いではないんですが、最初から肉抜きされてたりするので改造の幅が狭まっているんですよ。まあ、その辺は個人の好みだからな。あと、見た感じのイメージなんですが、どことなく、ガンダムに似ていらっしゃる。ミニ四駆関係ねえだろうが。二つ目は、レースジェンガーです。こっちはまだゲームだと出てきていないな。この攻撃的で、流れるようなフォルム、どことなく、ラクレロに似ていらっしゃる。同じネタを2回使うな。冗談はこの辺にして、好きなミニ四駆はこの2体ですね。他にもトライダガー BMC も結構好きです。実物も本当に硬くて肉抜きに苦労した覚えがあるぜ。さて、そろそろ本編に戻ろうか。はい。
いよいよスプリングレース決勝だな。このレースは弟くんとも走るわけですが、普通にやっても勝てないですし、バグ技を使って勝っても弟くんが1位になります。そういう設定なんだろうな。なので今回もスピンコブラに勝てれば OK です。では車検を受けましょう。おい、どういうことだぜ。うっかりしていた。ハイパーダッシュは次の大会からでした。どうするんだぜ。レブチューンはかなり消耗してるし、今から買い直すか。いえ、まだギリギリピークのはずです。新品で走るよりはマシなはず。それもそうだな。じゃあレブチューンにはもうちょっと頑張ってもらうぜ。なんか、セイバー600がかわいそうだぜ。やっぱり、とんでもなく速いぜ。でも、かなりいい感じでついていってますね。これなら2位は確実でしょう。じゃあ、前回の続きで、熟練度の上げ方について話すぜ。熟練度の上げ方は、大きく分けて2つあります。1つは、大会やイベントレースでの勝利や、熟練度アップイベントでの上昇。かなりの量が上がるけど、繰り返し上げることはできないので、チャンスを逃さないように気をつけるんだぜ。2つ目は、メンテナンスや改造での上昇。こちらは繰り返しできるが、上がる量が少ないのと、上がる上限が決められているぜ。上がる上限についてですが、簡単な改造なら上限が低く、難しければ高くなります。繰り返しできる中では、上昇値も上限のレベルもカラー変更が一番低く、ブレイクインが一番高いです。詳しい情報は、ジャイスコのニコニコハイのページにありますので、リンクを載せておきます。以上で、熟練度についての話は終わりです。やっぱり、サイクロンには勝てなかったぜ。それでも3秒差です。かなり速くなってきましたね。無事スプリングレースも終わりましたし、次のサマーレースに向けての準備になります。次こそは勝ちたいな。土屋博士じゃないか。なんか久しぶりだな。伝説のメカニックマン。
選択肢はどっちを選んでも変わらないので、適当に選びます。倉庫街にいるって、それ本当に伝説なのか？今回はここまで、次回はメカニックマンとサマーレース編です。それではご視聴、ありがとうございました。どうも皆さん、うつ主です。マリサだぜ。今回は、伝説のメカニックマンに会いに行き、サマーレースまで終わらせるつもりです。動画の尺も、過去最大だぜ。まあ、もっと長いのを上げてる人もいますけどね。倉庫街に来たけど、本当にこんなとこにいるのぜ？うん、残機が減った。あ、ボタン連打してて、選んじまったぜ。大丈夫です、どちらを選んでも変わりません。倉庫で勝負？行ってみるぜ。出ましたね。エリートサイヤ人のナッパさんです。最近、ネタを挟む回数が増えてきたな。ナッパ、避けろー。何をだよ。アホなことやってる間に、イベントがどんどん進んでるぜ。さて、ナッパ改め大神博士のスーパー正論タイムが始まります。まあ、土屋博士の言い分もわかるけど、究極のミニ四駆ってことならやっぱ早い方がいいよな。ミニ四駆で世界征服をするなら、それぐらいは目指してもらわないと。あれ？大神博士ってそんな理由でミニ四駆作ってるのぜ？あれ？違いましたっけ？あんなに自信満々だったのに負けちゃったけど、今どんな気持ち？ねえ今どんな気持ち？と、ここでネタバラシ。伝説のメカニックマンも仕掛け人だったのです。仕事場に戻ってるそうだから、行ってみるぜ。タモリじゃねえか。まあ、タモリさんが伝説のメカニックマンでも不思議はないですけどね。さすがにそれはねえよ。いやあるか。ここでタイマンイベントです。ビークスパイダーに勝てば大幅にパワーアップしてもらえます。さっきからこいつの自信はどこから来るんだぜ。スプリングレースを乗り切ったのなら楽勝です。
今回はハイパーダッシュモーターも使えるしな。よいしょー。ああ、これは楽勝だな。じゃあ、前回の動画のコメント返信行くぜ。なんだぜこの BGM は？皆さんにお詫びすることがあります。おう。前回の動画内で質問コメントにお喜びしたためか、質問コメがいくつか出てきました。その中から3つほど先にお返事をします。好きなシャーシとパーツは？ミニ四駆のゲームいくつ持ってますか？シャイスコ以外でおすすめ教えてください。パーツは、以前にも言いましたローハイトショック吸収タイヤと、可変ダウンスラストです。好き、というのとはちょっと違いますが、フロントにモーターをつけるスーパー FM シャーシ、あれは当時かなりのインパクトがありました。ミニ四駆のゲームですが、今は持っていませんが、昔ミニ四ボーイ、というゲームを持ってました。シャイスコ以外のゲームをほぼ知らないので、おすすめすることができません。以上のお返事でわかる通り、私、ミニ四駆ってそんなに詳しくないんですよ。え？ちょ、おま。なんでシャイスコ実況動画作ってるんだぜ？このゲームはスーパーグレートジャパンカップまでの内容になってます。ちょうど奥主が、レッツエンドゴーを見ていた範囲になるんですよ。つまり、世界編やマックス編は？全く知りません。なぜかハマーディーという名前だけ知っています。なんでハマーディーだけ知ってるんだよ。そういうわけで、質問があればわかる範囲で答えますが、内容によっては全くお答えできないこともあるかと思います。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。どうもすいませんでした。謝る気ねえだろ。あと、せっかくの BGM ですので、あの子、私にハンガーを投げつけたんです。後でちゃんと反省させますので、皆さん許してください。このまま残りの質問にも答えます。復活早いな。ウプ主はガンダム好き？ウプ主の好きなモビルスーツは？ガンダム、好きです。えらいあっさりした返事だな。語ってもいいですけど、絶対尺が足りませんからね。好きなモビルスーツは、動いてる時のターン8、ストライクです。ストライク、というかシードは賛否両論でしょうけど、個人的には結構好きです。以上で、今回のコメント返信を終わりにするぜ。できる限り答えていきたいと思ってるので、これからもよろしくお願いしますね。10秒差の圧勝だぜ。これで無事にタモリの改造が受けられますね。ちなみにこの改造の効果は、熟練度の大幅アップです。改造する前の熟練度によって、ここのセリフが変わるぜ。メカニックマンイベントもこれで終わったので、次はサマーレースになります。今回のイベントで、どれだけ速くなったか楽しみだぜ。レース会場が見えるけど、まずは模型店だぜ。模型店に入るとイベントです。お猿との勝負になります。
と思ったら、誰か来たぜ。奴の名前は近藤源。小学6年生ですが、身長が180センチあります。は？だから、小6で身長180。ミニ四駆やらせないで、バレーかバスケをやれ。マリサさん、最近エコー多いですよ。だってこれはしょうがないぜ。おかしいのぜ。猿が長髪に乗ったので、イベントバトルが起きます。ハンマービーブラッシュ。音に迫力がないな。でも、効果は抜群ですね。ここでタイミングよく、他のメンバーが現れます。みんなぺしゃんこにするって言ってるけど、やったら即失格だよな。それは言わないお約束です。おい。はい。なんだこの展開。こいつらと走れって？そうです。そうですって。帰ってもいいのぜ？ダメです。というより帰ったらもったいないです。伝説の改造を受けたんですから、待ちに待った殺人タイム、もとい、リベンジタイムです。大丈夫なのぜ？信じるぜ？パーツもセッティングもそのままなのでカットします。やってやる！やってやるぞ！島田兵、オツです。すごいメンバーだぜ。ゲストー。このメンバーだと、トライダガーが一番早いです。奴より早ければ。おい、速攻で飛んでいったぞ。気にしたら負けです。それより見てください。チート兄弟を抑えてトップですよ。そうだな。でもまだ油断できない距離だぜ。お前もかー。ついにソニックと一騎打ちになっちまったぞ。せっかくリベンジに燃えてるのに、なんで自爆してんだあいつら。まあ、残ったソニックともすごい差ができてるから、リベンジできそうだな。そうですね、あと怖いのはコースアウトだけですし。なんだお前らー。勝ったけど、勝った気がしない。ほんと、セッティングは大事だよね。
この後の2回ですが、両都合が必ずコースアウトしやがって、毎回列との怠慢になったのでカットします。マジでなんなんだあいつら。まあ、サマーレースではコースアウトしないから、今度こそぶっちぎりましょう。おい、なんだこのコースは。もうミニ四駆って規模じゃねえぞこれ。前半は直線が多く、後半はヘアピンカーブに細かいカーブの二重構成です。ちなみになんですが、このレースに出る近藤源、彼は途中から失速するタイプのマシンなので、あいつは無視していいです。問題なのはトライダガーです。直線とカーブの両方が速いので、チート兄弟よりも注意が必要となります。さっきのレースでは勝ってたことだけど、もうシャイスコの方が完全に速いな。そ、ソニックが直線で順位を上げてきている。トライダガーが最下位だが、この後どうなるか見ものだぜ。このレースですが、終始ぶっちぎりで走っているのでカットしようかと思いましたが、そのままにしてあります。結果だけ見れればいい方は、シークバーの操作をお願いしますね。
完全勝利だぜ。ソニックがそのまま2位、トライダガーが3位まで追い上げましたね。鉄心先生？誰なのぜ？イベント自体は熟練度関係ですが、どんなキャラなのかは次回で話します。今回は今までよりも長い動画になりましたが、ここまでとなります。次回はまだ撮影していないのですが、オータムレース前ぐらいを予定しています。それではご視聴、ありがとうございました。どうも皆さん、ウプ主です。マリサだぜ。今回は、鉄心先生に会いに行き、オータムレースまでの予定です。結局、鉄心先生って誰なんだぜ？新型トライダガーの元となった新素材、BMC の開発者で、シャイスコの生みの親でもあります。BMC の開発者か、その人に会ってみんなのマシンを強化するつもりなんだな。ちなみに、土屋博士、大神博士たちの師匠でもあります。こんなとこ通る必要あるなんて、なんつうところに住んでるんだぜ。大神博士からの第三の資格、土方霊です。ここを通るのは偶然なのに待ち伏せされたぜ。そういうところに突っ込んだら負けです。大神博士も、なんでこんなコース作ったのぜ。4人いるんだから強行突破でもいい気がしますよね。イベントですのでセッティングはそのままでいいです。原作だと、レーザー光線で目標を刺して、針で突き刺してたな。ゲームだと、ガリガリ削るだけです。おい、シャイスコがやられちまったぞ。だらしねえな。まあ、イベントですけどね。しかもさっさと帰るのかよ。
この人が鉄心先生ですが、誰かに似てると思いませんか？確かに、あの人に似てるぜ。亀。鶴仙人そっくりでしょう？そっちかよ。だって、あごひげないじゃないですか。そうだけど、なんか釈然としないぜ。鉄心先生にシャイスコを復活させてもらいます。ついでに出されるクイズに正解すると、正解数に応じて熟練度が上がります。クイズ？大丈夫なのぜ。任せておきなさい。バッチリ全問正解します。ほほう、じゃあお手並み拝見だぜ。おい、なんですか？今集中してるから邪魔しないでください。次は、これか。おいうぷ主。邪魔しないでって言ってるでしょう？間違えたらどうするんですか？そうか。それなら邪魔にならないようにこの攻略ページは閉じておくぜ。ダメー、それを今消したらダメー。そんなに焦るなら最初から見え張るなぜ。だって久々で自信なかったんだもん。デヘペロ。まったく、マニュアル通りにやっていますというのはアホの言うことだ。すみませんでした。申しません。まったく。ほら、シャイスコも復活したし、ウプ主も復活しろぜ。はい、ではこのままオータムレースまで行きましょう。あ、逆だった。さて、まずはパーツ購入です。最強の呼び声高いマッハダッシュモーターと、最強カッコ笑いのウルトラダッシュモーターです。次に超速ギア、タイヤはちょっと迷いましたが、いろいろ試したいので、台形ワンウェイ、アルミナロー、アルミワイドと、それにつけるスポンジタイヤ。ローラーは 13mm ボールベアリングと台形アルミベアリグ。そして可変ダウンスラスと、スライドダンパーを買いました。かなり買ったな。セッティングが楽しみだぜ。おい。なんでしょうか？なんだぜ、このセッティング。ああ、タイヤは台形だとカーブが弱いので、ワイドワンウェイのままですよ。いや、そこじゃなくてだな。フロントの可変ダウンスラスとも以前好きだって言いましたけど。ウプ主、酸素欠乏症にかかって。コースアウトはいい。シャイスコを映せ。シャイスコの走りっぷりを。私は何を。いいことを教えてやるぜ。大会ではコースアウトしないんだぜ。そうか、うっかりしていた。この後のレースは直線コースか大会しかないじゃないか。ようやく気づいたのぜ。よし、そうと決まればまず直線用のセッティングだ。タイヤは台形ホイールにグルーピング加工タイヤ。ローラーは全部台形アルミベアリングだぜ。ストレートのセッティングはこれがベストではないと思いますが、完全に私の趣味のセッティングです。早速走ってみるぜ。
なんか1台だけ速いのがいますね。一回走るとイベントが起きます。6人走あたりの直線タイマン勝負です。コーナー重視のコブラとスパイダーには楽勝ですが、3勝しなければいけないので、レースティンガー、ブロッケン、トライダガーのどれかに勝つ必要があります。お猿はよくこの勝負受ける気になるな。さて、前回の動画に続いて今回も長いので、また新たに覚えた編集を見てもらいましょう。必殺、4分割同時レース。前からやってみたかったんです。許してやってください。以上、総当たりタイマンレースでした。なんでお猿だけ1画面なんだぜ。こいつもかませキャラが板についてきたな。最初からかませだった気がしますけど。
さて、いよいよオータムレースです。レースティンガーが思ったより速いから要注意だぜ。またえらいコースを作ったもんだぜ。イベントもありますけど、先に車検を受けてしまいましょう。コーナー重視なのでタイヤはワイドワンウェイ、スライドダンパーと 13mm ベアリング、台形アルミベアリングでいきます。モーターはマッハダッシュ、あと中空シャフトもつけているぜ。ここで会話イベントです。それじゃあレース開始だぜ。いっけー。ではいつも通り、この時間でコメントのお返事をさせていただきます。好きなストライクのパックは？パックであればランチャーですね。砂漠でミサイルを撃ち落としたシーンが好きです。でも実はバックパックがない状態も結構好きです。アーマーシュナイダーかっこいいです。最初に買ったモーター教えて。さすがに覚えてないですね。ゼブチューンかトルクチューンだと思うんですが、一番好きなのはマッハダッシュモーターです。周りがプラズマとか騒いでる時もずっとマッハでした。うつむしかスパロボやったことある？あるならどの作品が好き？スパロボはゲームボーイのスーパーロボット対戦からやったことあります。あとはハードがあればソフトを買ってます。好きなのはアルファガイデンとアドバンスの時のオリジナルジェネレーションです。アルファガイデンは F とは違う方向での難易度の高さとアニメーションの本気具合が最高ですね。OG は宇宙ルートで京介がマジギレしたシーンが一番印象に残ってます。スパロボだけ答えが本気すぎるぜ。好きですからキリうぜぇ。 BGM が R4 ですが、サントラで好きな曲は？全部好きです。が、あえて2つに絞りました。まず今流れている17番、ムーブミー、鉄板ですね。そして先ほど流した13番、デブリミットパンクでいいですかね、読み方。4番のガレージトークは、前から米返しで使おうと思ってました。では最後に、質問ではないですが、コメント抜粋します。うくぬしどんどん編集上手くなってるな。どうやまったく。そういえば以前に映した動画を見てると、取り上げたいコメントもあるんだが、さすがにそれをやり始めるとキリがないので、勘弁だぜ。今回のコメント返信は、ここまでとなります。あと、前回の動画のタグをいろいろつけていただいてありがとうございます。後で気づいて、マジでこんな顔になりました。
余裕の1位、でいいのかな？いいんじゃないですか？ブロッケン以外は1秒差以内ですし。しかし、ウィンターレースはないんだな。スーパーグレートジャパンカップはかなりのロングコースになりますよ。マジでか。今までの経験を全て出し切るつもりで挑みましょう。最後の街に入ったら、もう出れないのぜ。そうですけど、パーツもコースも全部あるので大丈夫ですよ。本編はここまで。続いておまけをどうぞ。前回のコメントで、ここの図書館で熟練度が上がる、とありました。正直、この図書館の存在を完全に忘れていました。中に入るとたくさんの本があるぜ。オータムレース後に来たのですが、イベントがありません。サマーレース前なら何かあったのでしょうか？ちなみに本にはこのゲームのヒントが書かれています。これって普通、最初の街にあるんじゃないのか？今回はここまでになります。次回はとうとう最後のレース、スーパーグレートジャパンカップを予定します。それではご視聴、ありがとうございました。どうも皆さん、ウプ主です。マリサだぜ。今回はいよいよ最終レース、スーパーグレートジャパンカップを制覇します。ついにここまで来たのぜ。ちなみに前回のコメントを参考にして、ここの本は全て読んであります。それじゃあ、ラストステージに進むために集合地点に向かうぜ。早速お出迎えです。デレモードの順です。いつの間にフラグ立てたのぜ？アメリカンに勝った時あたりじゃないですかね。今までに出たキャラが全員出てくるのか。まあ、最終決戦ですし。スーパーグレートシティに到着です。すげー名前の都市だぜ。相変わらずボーはかっ飛んでますね。
アメリカンいたのか。さて、みんな別行動ですので、この町の紹介を簡単にしたいと思います。まず、直線コースのある公園。その真上にも景点。中にはジェットコースターコースがあるぜ。リア充爆発しろ。はいはい。左下にも景点2つ目。中にはクリームパンコースがあるぜ。そしてタミヤ直営店です。ここはパーツすべて揃ってるから、何か買うときはここで十分だぜ。一番上では、他のマシンを売ってます。スーパーグレートジャパンカップで1位を取ると買えるようになります。楽しみだぜ。さて、ここでちょっと番外編です。私はその間にセッティングをやっておくぜ。お願いします。それでは現場の霊夢さん、最終回にて出番が来ました。影の主人公、霊夢です。番外編として初期装備のままアメリカンを倒してみたお送りします。最初のレースで1位を取るとイベントが発生して、チート兄弟とアメリカンの連戦になりますが、1回負けないとナローワンウェイが買えません。ナローワンウェイがあれば楽に勝てますが、あえて負けずに初期装備のまま倒します。カット編集なしの2倍速でお送りしますので、よろしければゆっくりしていってね。最初のレースは、電池は2角、モーターはレブ、ローラーは全部ゴムローラーです。熟練度を少し上げておかないと、最初のレースでコースアウトするので、モーター2つのブレークインと、肉抜き、そしてカラー変更をします。カラー変更は、前職1回ずつぐらいで十分かと思います。コースアウトしなければ、勝てるはずです。コースアウト。うわぁ。おいウプ虫を着付け、単語だけで反応するんじゃない。見えるぞ、コースアウトする姿が。ああ、窓に。なんで産地まで下がってんだよ、完全にトラウマじゃねえか。落ち着きたまえ。すごく落ち着いた。この時間を使って、コメント返信をやっていきたいと思います。ターン A で一番好きな戦闘シーンは？戦闘シーンに限れば、やはりラストバトルですね。やったぜフラン、ユニバース、ギンガナムとの言い合い、5連軍曹のロケットパンチ、お、ノーレ。そして剣での勝負、名場面のオンパレードですよね。しかし、ターン A の魅力は戦闘シーン以外の方が大きい気がします。ガンダムを見たことがない人にはあまりおすすめできませんが、ガンダム知ってるけど見てない人にはおすすめです。
最初のレースはこれでクリア。1位を取ったので連続イベント発動。スパロボオリジナルのキャラとロボは何が好き？アルトアイゼント京介南部です。リーゼもいいですが、私は通常のアルトアイゼンの方が好きです。アルトアイゼンは正直使い勝手がいいとは言えませんが、そこがたまりません。切り札もかっこよすぎます。チート兄弟ですが、まともに走ってもパーツ消耗してもったいないので代用できる部分は変えます。ギアをノーマルにして、ローラーも緑のやつにします。タイヤは変えられないのでメンテナンス。負けイベントなのでスタートも適当。はいはい、早い早い。編集にどのくらい時間かけてるの？箇条書きにしてみました。全部で10から15時間前後ですかね。時間だけ聞くと長く感じますが、1日3、4時間程度3日ですから、そんなに長くはないと思います。編集中はニコニコ動画を見ながら作業していたりしますし、作業自体楽しいので時間がすぐに過ぎていきます。さらに連続イベントで、アメリカンとのタイマンバトル。と言っても、7種キャラと大して違わないので、最初のセッティングに、マンガン電池をつけるだけです。もちろん、消耗してるパーツはメンテナンス。アメリカンは、1周目は早いですが、2周目以降減速するので勝てるはずです。ミニオンファイター今何してるんだろう？ウィキによると、ファイター引退後はタミヤの社員になっているそうです。社内ではある意味伝説の人になってそうですね。次回作は考えてるの？作りたいとは思っています。今考えているのが、とある RPG の縛りプレイです。その RPG 自体は、結構有名だと私は思っています。やったことのないソフトを初見プレイ、でもいい気がしますが、投稿感覚が大きく飽きそうなのが怖いです。以前コメントでおすすめしていただいた、エターナルウィングスも考えましたが、近くのゲーム販売店にないので、少なくとも次回作ではないかと思います。以上で、コメント返信を終わります。たくさんのコメントありがとうございます。以上、初期装備のままアメリカンを倒してみた、でした。霊夢、ありがとうだぜ。さてセッティングも終わってるぜ。それでは、SGJC 会場に向かいましょう。一度会場に入ると、レースが終わるまでも K 点に戻れないので注意しましょう。大神博士のマシンは、レースティンガーのみなのぜ。まあ、今さらビークスパイダーとか出されても困りますよ。ファンの人に怒られるのぜ。なんだあのぐるぐる巻き、しかも先が見えないぜ。
前回言った通り、今までの経験、すなわち今まで走ってきたコースが組み合わさっています。そりゃまた、走りがいがありそうだぜ。お猿、哀れすぎて何も言えねえぜ。車検を受けますけど、セッティングは前回とほぼ同じです。パスワードは最後に出しますね。いよいよ最終決戦、スタートだぜ。最後のスタートダッシュ、お願いしますね。任せろだぜ、ここに来てフライングじゃカッコつかないぜ。レッツ、ゴー。ぬー、横一線だぜ。あとはチャイスコを信じましょう。あとは私にできることは BGM を変えることだけです。BGM 変更？はい。それでは、BGM スタート。
どうも皆さん、ウプ主の味塩胡椒です。このシリーズの実況役だったマリサだぜ。このシリーズも今回で最終回になります。第1回目から2週間ちょっとだったけど、あっという間に終わった気がするぜ。正直、初めてウプする前は再生数が100から200ぐらい、500もいけば万々歳かと思っていましたが、第1回が、この編集をしてる段階で1400を超え、他の回のいくつかも1000を超えています。ウォッチリスト登録も20人以上の方にご登録いただいて、ありがたく感じると同時に、少し戸惑ってもいます。思い出補正のあるソフトを使ったとはいえ、想像以上に見てくれている人が多くなりました。編集に慣れてきてネタを多く入れるようになってから、視聴者様に見限られないか少し心配でした。しかし、もともと趣味の一環で作り始めたものですので、最後まで同じ調子で来たつもりです。その上で、楽しんで見てもらえた方が、少しでもいれば、幸いかと思います。うまくまとめることができませんが、この動画シリーズを作って、素直に良かったと思っています。少し間は空くと思いますが、次シリーズを見かけたら、暇な時にでも見てやってください。それではまたどこかでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。